だったら、例えばその MTF とか、あと FTM の人たちって、じゃあ、どうトイレに入ればいいのさっていうのって、すごい大問題で、道の駅とか、あとイオンかな、が結構、早いうちから取り組んでくれていた、多目的トイレ、誰でもトイレっていうやつがあって、もう本当にね、それが世の中に広まった時に、僕はもう本当、狂喜乱舞して、もう道の駅の人とか、あとイオンにもありがとうと 土下座をしてありがとうと言いたいぐらい、トイレ問題がとても楽になったのね。